フェニックステレビは、香港、宝永市の中国語番組に特化した、日本の衛星放送チャンネル。現在は株式会社オートミに運営されている。香港では中国語チャンネルとして前身である、ラクラクチャイナについても併記する。ラクラクチャイナは1998年6月1日に、衛星放送プラットフォームのスカイパーフェク TV にて、試験放送を開始し、 同年7月1日より有料放送を開始。中国大陸、香港、台湾の放送局に番組を提供してもらっていた。一部の番組は日本語字幕付きで放送され、その中に一部の日本語版作品は運営元の株式会社楽ラク,ラクコミュニケーションズが自ら翻訳、制作したものであった。2006年10月1日、チャンネル名は 楽ラク,ラクチャイナに改名され、法栄史の中国語番組に専念し始めた。これをもって、同チャンネルは日本語字幕付き放送を事実上断念し、純粋な中国語チャンネルとなった。さらに2007年12月1日、チャンネル名は法栄史に改名された。2009年4月1日、楽ラク,ラクコミュニケーションズは、同チャンネルを手放し、株式会社オートミに譲渡した。 2013年4月1日、チャンネル名はフェニックステレビに改名され、現在に至った。ありがとうございます。